はい。はい。大体どうなってんだよ。自販機もホットのジュースなくなるの早いし、まだまだ飲みたいから。なんなら夏場だって飲みたいんだよ。ルーレットもいらないし、7、7、7、6じゃないんだよ。ドキドキもしねえわ、あんなの。いらないから。若頭であるこの鶴瓶落としが行きましょう。ぽい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 。ナナラキ。そうですね。だからヌラリキョンを演じてみて、絵を見てもらえれば分かると思うんですけど、僕らにこう似せて描いてくださってるじゃないですか、ね、めっちゃ似てる。いつも通りやってくださいって言われたんで、演じてなんかないんですよ。そうね。ただそのままやっただけですから。素でした、ほんとに。俺に当たって何かやったとかないから、一つ、ね、クソがとか、叫んなよとか言ってるだけなんで。ずっと言ってましたね。そうそう、だからヌラリキョンを演じたっていう感覚は今ないです。ただなんかネタやってるところにその絵がはめ込まれてるっていう感じだと思うんで、うん、僕は鶴瓶落としてね。そうそうそう、台本が1ページ。早かったな。同じ分量あるんだと思って最初に僕撮ったでしょ、うん、でトイレ行って戻ってきたら終わってたからな。うん、短っ。僕タバコ3本吸ったお前やってる時。多分だから僕のバーターなんでしょうね。いや絶対そうだと。いやでも有名な妖怪でしょ。妖怪ではあります。2つともね。そうそう、だからいい役をやらせていただきましたね。結構いい役ではあるはずなんですよ。でもヌラリヒョンについてこんな気合ったことはなかったから、こういう妖怪なんだっていうのはちょっと分かりましたけどね、うん、ただ見てもらえば分かりますけど、僕です。もう素のイグ。多分ヌラリヒョンあんなんじゃないだろう、うん、もっとなんかこうね、どっしりした大将みたいな ねイメージあるけど、細くらな、まあ、でもネズミ男みたいな。妖怪に例えんなよ、妖怪を。まあでもちょっとその辺もね、絵も含めて多分いつもの我々と近いとこあると思うんで注目してほしいです ね楽しみ、うん、いやだから僕らまだこの完成は見てないですけど楽しみですよね、うん、そうですね。なんか設定聞いただけで、ね、そう面白そうっていうか斬新というか、うん、こういうキャラクターの神様とか妖怪とかの関係性ってなんか面白いんで、ね、面白くなりそうな気しかしないですよね。早く見たいですね。まああとやっぱその先生に対するクレームっていうか、そのもう、うん、やっぱり僕らのことをすごい好きでいてくださってて、なんかいろいろ見てくださってるんですよね。僕らがやってるウエストランドのブチラジっていうラジオ形式の配信やってるんですけど、うん、それを聞きながら書いてたみたいなんで、うん、僕らがそのやってる配信の中でも一番つまんないくだりをなんかやらされたんで、僕が一番嫌いなくだりをやらされたんで、あれだけカットしてほしいですね。いや、あれはもうマストで入れてもらわないと。ナナラキのクオリティを下げないことを祈りますよ、我々はね、まあ、足を引っ張ってなきゃいいですけどね、うん、あのくだりがちょっと多分いらないんじゃないかな。やっぱこういう設定も斬新ですし、我々とか他の芸人とかも参加させてもらってるんで、そうですね、今まで本当になかった形のものが見られると思いますんで、うん、ちょっと注目してほしいですし、この芸人っぽいなっていうセリフ多分僕ら以外にも散りばめられてると思うんで。あ、そうですね、この人っぽいなっていうセリフとか割り当てられてます。そう、絵もあこの人っぽいっていう絵になってると思うんで、その辺も注目しながら見てくれたら嬉しいですかね。絵も可愛いですね。あと僕が言ってから言うんだからずっと同時に言わないでくれるんだから、その邪魔だろ。そう、邪魔なんだよ、うん、知ってる、僕が言ってる間考えておいて、自分で言う一言。それが怖いからこうやって口数多くなる。めちゃくちゃ同時に言うじゃん、なんか。そうだよね、そういうことができないから売れてない俺だね。ちょっとだけ喋ってるわけでしょ。ウエストランド河本どこで喋ってるかを見つけるっていうのも大事かな、うん、まあやっぱ先生も優しいし、よく見てくださってるんですね。あの長台詞がなかった。僕一発目から信じられない長台詞だったけど、すごかったもんな。あんなのあんの、急にどうもみたいな感じだったけど。た、ね、ぜひぜひ我々もどこで登場してくるか分かりませんから、ね、注目してみてください。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。絶対しろよ、絶対だぞ。